まず、はじめに、前回の炭治郎とプレーナの組み合わせた動画ですね。こちらの方、不備がありましたことをね、謝罪させていただきます。誠に申し訳ありませんでした。何が不備だったかという点に関しましてはですね、まず、私がプレーナのリーダースキルを少し把握をしていなかった点ですかね。プレーナがですね、火属性にしか HP がかからないということを抜きにしてちょっと組んでしまい、火属性が少なめの編成になってしまったので、最強と歌うにはちょっと難しかったかなとは思います。とあとは、アカムトルムですね。アカムトルムの採用につきまして、アカムトルムが火水を作らないために、プレーナーのリーダースキル火水によって軽減を張りながら固定ダメージというのが、アカムトルムのスキルが完全に死ぬということで、まあ、完全に死にはしないんだけど、一応プレーナーもコンボするだけで、火力は出るので、まあ、別に相性は悪くはないんだけど、ちょっといるだけみたいな感じになってしまったので、アカムトルムを完全に生かしきれてないということで、もっといい火のキャラが他にいたかなと思いましたんで、そちらの方はちょっと謝罪ということでね、前の編成が、そんなにすごい、まあわかんないけどすごい強いとは言い切れなかったかなとは思います。はい、ということで、今回はその謝罪も含めましてですね、改めて最強編成組みました。今回はちゃんと考えて、まあ、前回もちゃんとは考えてるんだけど、今回は前回の反省を生かしまして、さらに磨き上げられた編成となっております。はい、ということで、性能等は前回の動画 URL で貼っつけとこうと思うんで、概要欄にそっちからおすすめサブとかも見てください。おすすめサブ等の紹介は今回は省かせていただきますので、ちょっと短めの動画になるかなと思います。はい、ということで、すいません、前置きが、ね、長くなりましたけども、テンプレ編成こちらになります。ドンと、はい、こちらです。もうこれでなんだったら使います。私はこれで使うんじゃないかなと思います。まださらにここをこうしてっていうのは、まあダンジョンによって若干変える点はあるかなと思うんですけども、一応これで大丈夫なはず。はい、ということで、左かまど炭治郎、悪魔キラー3と2、リーダーチェンジ体制にしてもらっても構わないです。上にスーパーワンの武器です。ワンチャン溜まっても強いですが、まあ、基本的には炭治郎の、スキルを使っていく編成になるかなと思います。で、次がバルディターンにスキブ5枠ですね、この子は。毒目覚め体制と遅延2。で、上にファガン武器をつけてますが、ファガン武器をチームで2個持ってるのは特に意味はないです。あの HP 盛りたかったなっていうだけなので、別にスキブ武器であれば何でもいいかなと思います。で、次がミリオですね。毒目覚め体制をつけてもらって、まあ、別に遅延と6ぶりとかにしてもらってもいいです。お邪魔体制が必要なダンジョンはお邪魔がいいかなってぐらいなもんです。上にアルバトリオンでワンチャン溜まってもいいよっていう感じです。このアルバトリオンと、スーパーワンの武器によってヒドロップ強化は 100% で、次、アカムトルム、無効貫通、小学生、マシンキラー4と2。まあ、この辺は別に何でもいいんですよ。で、次が武田信玄の武器ですね。これで暗闇耐性 100% となっております。で、ワンチャンね、これアカムトルムのスキルよりも強いかなと思うので、溜まっても。火、気、回復で泥強を含んでロックっていう感じの陣なんですけど、だから、スキル間の武田信玄の武器をつけてあげていいんじゃないかな。アカムのスキルはね、回復作んないから、どっちかっていうと武田信玄の方がいいかもしれないですね。で、次、グレオンを入れております。まあ、悪魔キラー3突ですが、なんでもいいかなって思います。で、グレオンにファガン武器をつけて、最後にファスカ。で、上にミキフレ装備、ワンチャン溜まってもいいよっていう感じです。これでスキブがちょうど18なので、遅延を初手で食らってしまうと炭治郎が変身できないんで、初手でね。変身しなくても多分火力は足りると思う。ファスカさえ変身してしまえば、初手の階層は抜けるかなと思うんで、その辺はまあ耐久でもいいかなと思いますけど、もし最初に変身したい場合は炭治郎に遅延を振ってあげてください。はい、そんな感じですかね。どうすかここをこうした方がいいっていうのがもしあったら、ぜひ教えていただきたいです。で、バルディターンも、できれば種属性火のキャラがいいかなとか思ったりするんですが、ちょっとスキブの関係上なかなか。で、炭治郎2体出るっていうのもまた強いと思うので、またそれもねっていうのはちょっと考えたりはしてます。グレオンはまあ2体出たら強いけど、ちょっとこれもスキムの関係上1体かな。グレオン変身までに若干ターンかかると思うんで、10ターンぐらいの耐久は必要になるかなと思うんで、
はい、とりあえずそんな感じです。これで火、水、木、光、闇、すべての属性が揃っているので、グレオンや炭治郎のガードブレイクを生かしながらもいけるし、ファスカに関しても、ファスカに関しても76なんで、プレーナと組み合わせるよりも、まあ、パズルが組めるというか盤面が広いんでやりやすいかなと、無効貫通ともコンボと一緒にしやすいかなといった感じです。ただプレーナと違って追撃がないので、追撃は、まあ、ファスカが追加攻撃持ってるはずなんですけど、その辺はハートでね組んであげたらいいかなと思いますんで。でちなみにこれ HP が、これで172,745、炭治郎の軽減率が 35% で、ファスカが 25% だったとすれば、あ、これ出ないのか、結構耐久方面でも強いかなと。でファスカの回復力も上げれるし、炭治郎も回復力上がってるんで、別に回復力に関しても多分問題はないと思います。そんな感じです。指も結構あるからパズルの操作も安定するんじゃないかなとは思っております。はい、ということでちょっと前回の動画が、自分的にもいまいちかなと思ったんで、改めて多色編成を組んでみました。少しでも参考になればいいかなと思いますんで、よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。他にもいい多色編成がもしありましたら、例えばコメント欄とかで教えてもらったらいいかなと思いますね。その辺は情報共有を皆さんでしてもらったらいいかなと思います。はい、ということで短い動画にはなりますが、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。